ビルディング夢の旧作巨大な四角いビルディングである窓という窓が残らずぴったりと締め切ってあって部屋という部屋が全然暗黒を封じているその黒い巨大な 四角い暗黒の一角に、黄色い、細い弦月が引っかかって、ちリちリと、沈みかかっている時刻である。私は、その暗黒の中心にある、宿直室のベッドの上に長くなって、隣室と、境目の壁に頭を向けたまま、たった一人で、 すやすやと眠りかけている。私は疲れている。考える力もないくらい眠たがっている。私の意識はぐんぐんとゼロの方向に近づきつつある。無限の時空の中に無急の放物線を描いて落下しつつある。 その時に、壁一重向こうの部屋から、すやすやという寝息が聞こえてきた。私の寝息に、ぴったりと調子を合わせた。私、そっくりの寝息の音が、静かに、静かに。壁一重向こうの部屋に、もう一人の、 私が寝ているのだ。私の頭の方に頭を向けて、私の寝姿を鏡に映したように、正反対の方向に足を伸ばしつつ、すやすやと眠りかけているのだ。その壁の向こうの私も疲れている。 考える力もないくらい眠たがっている。そうしてその意識がぐんぐんとゼロの方向に近づきつつある。無限の時空の中に無急の放物線を描いてぐんぐんと 私はガバと羽をきた。目がパッチリと覚めた。隣の部屋が覗いてみたくなった。しかし私は暗闇の中で半身を起こしたまま躊躇した。もし隣の部屋を覗いたときに私と同じ私が すやすやと寝ていたとしたら、それは、どんなに恐ろしいことだろう。とはいえまた、万に一つ、隣の部屋に誰もいなかったとしたら、その恐ろしさが、何層倍するだろう。と。私は、そう思い思い、何秒か。 もしくは、何分間か。目の前の暗闇の核心を、じーっと凝視していた。凝視していた。と、そのうちに、ある、突然な決心が、私に襲いかかった。その決心に蹴飛ばされたように私は、素肌足しのまま、寝台を飛び降りた。 宿直室を飛び出して、隣の部屋に通ずる暗黒の廊下を突進した。するとその途中で何かしら真っ黒い人間のようなものと真正面から衝突したように思うと、二つの体がドターンと人造石の床の上に倒れた。そのまま、うーむと気絶してしまった。 巨大な深夜のビルディング全体が「アハあアハはアハと笑う声をはっきりと耳にしながら。